浜松市の山間部で昨日、住宅など4棟が全焼しました。怪我人はいませんでした。火事があったのは浜松市天竜区春野町で、昨日午後6時半ごろ、家が燃えていると複数の近隣住民から消防に通報がありました。火はおよそ7時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と隣接する小屋など合わせて4棟が全焼しました。警察によりますと、この家には70代の男性が一人で住んでいましたが、当時は留守にしていたため、怪我人はいなかったということです。警察と消防が詳しい原因を調べています。